どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してまいりましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはですね、ガズの少年時代に夢中になったアニメがあります。ルパン三世のあのエンディング曲、愛のテーマ、こちらの曲熱いです。めちゃくちゃね、いいですよ、これは。はい。やってみようと思います。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン。後半は、あの独特のグルーヴ感。これは渋くてかっこいいですよね。やっぱりリズム、かっこいいリズムでかっこいいバージョンやっています。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めよう。ウクレレだったら簡単にできます。楽器を諦めていたもうそこのあなた、私は音楽の才能ないんですと言ってた方、今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネル見てるだけでどんどん弾き語りできるようになります。もうちょっとしたここにリンクありますよ。このリンク先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけです。もちろん YouTube ですので無料でございます。はい。さあ音楽始めていきましょう。ここですよ。いってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレでめちゃくちゃ簡単に弾けるようにしている超絶簡単レッスン動画、すでにもう1500曲以上もすでにアップロードされております。いろんな曲これから聴くからやりに変えていこう。それではルパン三世のあのエンディングテーマ、愛のテーマ、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。 1,2,3 風に神を解かれ、お休みの口づけを、愛を胸に抱いて、震えて眠れ。のエンディング曲、愛のテーマ、シンプル簡単バージョンやってみました。いやーいいですね。なんかあの映像が思い浮かぶ。
なんかルパン三世のあの憧れだ、かっこよかったなあれ。はい、もう思いっきり感情を込めて歌っていきましょう。今の演奏はですね、一応フルコーラスなんですよ。はい、思いっきり歌っていきましょう。そして今のねガズレレ YouTube 動画シンプル簡単バージョンと一緒に、ああなんとか一緒にできたという方、次のステップは今度ご自身だけで歌ってみるのをおすすめします。その時やっぱりね、最初のじゃあ楽譜見たりしなきゃいけないんで、楽譜を用意したりしたいんですけど、いつもね参考になるように私がこうやって画面にノートをこうやって共有して、皆さんこんな感じでメモったらどうですかってやってるんですけど、今このガズクラブというサービス始まっています。このガズクラブっていうのは毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のルパン三世のエンディング愛のテーマを含むガズが今まで取りためてきた膨大な数のノート楽譜のストックの中から毎月5曲皆さんお気に入りの曲を選んでダウンロードしていただけるという画期的なサービスでございまして、もうメンバー900人オーバーでもうかなり盛り上がっております。そしてね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもいっぱいコンテンツがあります。まずですね、アプリがあるんですよ。ガズクラブのアプリすごいでしょ。その中で楽譜の管理だとかいろんなイベント情報だとか、とにかくアプリでもう一括でいろいろできる。メンバーズカードもそこで発行したりして、はい。それとあとはね、毎月2回行われているガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがめちゃくちゃ盛り上がります。次のガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信は年明け2021年の1月9日になっております。はい、こんな感じで世界中からバーッと同じ時間同じ場所のオンラインで集まって大セッション、こんなのやったり、非公開の SNS があって、そこで毎朝7時にガズがラジオ配信してます。ラジオ配信毎朝7時ですよ。で、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所を3カ所くらいあったり、どんな質問にもそこではガズが答えてますんで、この面白いクラブ活動ぜひチェックしておいてください。そしてですね、あともう一個これがあります。ドン、ガズレレ大学。こっちはですね、もうちょっとこう深掘りして、いろんなリズムとかコツとか、もううまくいかない人がここでなんかこういろいろ発見があるという、まあ大学ですからちょっとお勉強ということで、これがですね YouTube のメンバーシッププログラムというのでやっております。はい、でこれはですね、ガズクラブはみんなで楽しんでこうワイワイやろう、でガズレレ大学はちょっと深めてお勉強のところですからね、こういう風に分かれております。この2つ、ガズレレ大学とガズクラブ、概要欄にねリンク貼ってありますんで、ぜひぜひ細かくチェックしておいてください。それでは楽譜を見てまいりましょう。はい、これルパン三世のエンディング愛のテーマ。はい、で今これイントロって書いてあるんですけど、これ今のシンプル簡単バージョンはここちょっとねショートカットさせてもらったんですけど、これ後半のかっこいいバージョンでここめちゃくちゃかっこいいイントロをやりますんで、しっかり後で解説するんですけど、ここなんか書いてあるよ。これちょっとねコツがいる弾き方なんで後で見てください。で今やったシンプル簡単バージョン、ここからね歌うとこから始まっています。コード進行だけはすごくシンプルにアレンジしてますが、いつものようにこの下にくるっと囲ってるやつ、この囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンではこのコードを使いますよということで、ちょっと変えてます。アレンジしてます。そしてこれ今映ってるこのコードがね、めちゃくちゃね、かっこよくて渋くてね、ちょっと押さえるの難しいんですけど、後で解説していきます。今こうさっと映すんで一時停止してもらって書いてもらってですね、ここもね、いっぱい記名が書いてあるんですよ。これ、タカタカとかトコトコ書いてありますけど、しっかり解説していきます。はい。これで1番ですね。はい。ここからここまで1番。はい。これ動画のテロップを一時停止してもいいし、これを一時停止して書いてもらってもいいし、ガズクラブで楽譜ゲットしていただくのもいいと思います。はい。これ同じことを繰り返しているということなんですけれども、はい。同じ決めも全く一緒ですね。この辺のやつは後で解説していきます。まずね、出てくるコードを解説しましょう。ここが赤くくるっと囲ってるやつが後半やるかっこいいバージョンなんで、それ以外はここに書きました。ちょっとね、いっぱい。Am と F と C と Dm、A7、G7、E7、Em7 ですね。はい。この8個のコードで今のシンプル簡単バージョンになりました。この今映った8個のコードはもうめちゃくちゃ入門コードでございます。入門コード、ガズレレといえばこれです。ドーン！ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは何かというと、ウクレレで音楽始めようかなと思っている皆さんに一番最初に覚えてもらいたい入門コードの10個のグループなんです。10個もあんのかと思うかもしれないですけど、1個ずつ見たらめちゃくちゃ簡単。入門コードですからね。だけどね、10個いっぺんにね、覚えようと思ったら、まあ、それ頭ごちゃごちゃになっちゃうんで、私がめちゃくちゃわかりやすく、この10個のコードを簡単に覚えられるように解説している動画、ここに貼っておきます。これ、必見ですからね。今日そのうちの8個ですから、もう全部覚えちゃいましょう。はい。そんなわけで、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。いつもここで言ってるのは、まずこの4つ弾きで思いっきり歌のリズムをしっかりこう把握してがっちり歌を掴んでから後半のかっこいいバージョンに入っていきましょう。やっぱね、リズムがね、この後半ではだいぶ重要になりますんで、歌のリズム取れてないとそもそも両方ガチャガチャになっちゃうよということでございます。はい。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはさっきも言ったんですけど、一個超渋いコードがあるんですよ。はい、これ。Bm7-5。ちょっと長ったらしいコード名ですけどね、これ。この響きが何とも言えない。これ解説します。まずね、これね、押さえる場所だけ言うと、ここ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 の4つなんですけど、2通り考え方があって、まず G7
で、まあ、じゃあやめよう。D マイナーにしよう。D マイナーっていう入門コードがあるんですけど、こことこことここをこうやって D マイナーってこうやって押さえるんですよ。はい。これ D マイナー。小指見ててください。この D マイナーを押さえたまま、1弦の2フレットを足す。ちょっと狭いけどね。これ、こういう風に考える。考え方があります。これが B マイナー7の響き。めちゃいい響きじゃない？こうやって押さえるときは、もうね、ここを見て、こんなに、こんな感じ、こう、スペースを空けて、要は、クラシックフォームじゃないとちょっと抑えられないですね。はい。あともう一個の抑え方があります。今度はね、G7 を考えるんですよ、中心に。G7 ってこことこことこうだったよね。だからこの三角形作るでしょ。見といてください。で、あと、ここを足したいんですよ。あれどうしようってなるんですけど、親指登場。こんな感じでもできます。はい。ガズはね、この親指派なんですよね。ロックフォームなんで、基本がね。はい。どっちでもいいですよ。こうやって小指で押さえてもいいし、G7 で握って上に押さえてもいいしという感じで。無理のないようにしておいてください。まあ、どっちにしてもね、このコード押さえるのちょっと難しいんで、パッと行くのがね、相当難易度高いと思うんですけど、この響き聞いた？何この、ちょっとこう、ノスタルジックっていうか和風というか、なんか素敵な響きなんです。これがこの曲のね、響き、ムードに。バッチリあっていっぱい出てくるんですけど、できればこのコードでいきたい。ちょっと練習して、コードを押さえていきましょう。はい、そしてこの曲の全体のリズムはね、もちろんこれです。ドン。ちょっと砕けた感じの渋い16ビートのチャなんですよ。こう、イケイケのファンキーでノリノリっていうんじゃないですよね。こんな感じ。渋い。すげえかっこいいですよね。このね、ゆったりした落ち着いたちょっとジャジーな感じっていうかな、そのね、16ビートのチャーすごくかっこいいんですよね。で、一応この16ビートのチャーの基本的な弾き方、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビートのチャーという動画、濃厚解説動画になってます。そこでじっくりちょっとやってもらいたいんですけど、今日のこの曲の雰囲気って、まあかなりね、ほんとなんていうか大人のセクシーダンディズムみたいなのを感じさせるんでね、ちょっと落ち着いた感じのツールが、これがまたね、なんかもうゆったりですよ。ちょっとこうね、渋い感じ、まあ、イメージ力大切ですからね。ちょっと意識して、これ16ビートじゃあやっていきましょう。そして今回このマーク、この矢印マークはシンコペーションといって、リズムがね、前にスコーンと食い込んでくるよということで、ガズレレでよくこの表記使ってるんですけど、これガズレレだけのオリジナル表記ですからね。で、今回ですね、面白いフレーズがいっぱい登場します。まずちょっとイントロをやるんですけど、ちょっとこのテロップ見てください。最初に、A マイナーって書いてあって、A マイナーを押さえたまま、1弦、0、矢印、2って書いてあるでしょ。これ、次、3から2に矢印になってるでしょ。ちょっとこれ見ててください。最初、1、2、3。こうやってやりたい。で、A マイナーを押さえ、A マイナーからこう、要はつまり1弦だから0。ただの A マイナーよ。A マイナーを押さえたまま1弦の2フレットってことです。1、2、3、0、2。今の0、2がシンコペーションですよね。ズッタッタン。はい。1、2、3。0、2。で、ちょっと伸ばしといて。3、2。これ。3、2、このタイミング、もう一回ちょっとやってみましょう。1、2、3。はい、今の分かった？ A マイナー押さえたまま1弦の0、2と、A マイナー押さえたまま1弦の3、2を繰り返します。次のバースは、A マイナー押さえたまま1弦の3フレットを1回だけ弾いて、その次はシンコペーションで F を押さえます。ここがちょっと、難しいかな。その次また F 伸ばしといて、その次また1弦の3フレットいって、1弦の2フレット、今度 A マイナーに戻るということでございます。ちょっと前奏だけ続けてやってみましょう。1、2、A マイナー押さえたまま、0、2、伸ばして、次は1弦の3、2、次は1弦の3弦から3、F、F でシンコペーションする。F 押さえたまま1弦の3、2、と、3、2、最後は F を押さえたまんま1弦の3フレット1回弾いて、その次の1弦の2フレットに戻った時は A マイナーなんで、この人差し指を離すということですね。ちょっともう一回。1、2、3、1弦の0、2、3、2、3、F、3、A マイナーで1弦の2フレットみたいな感じ。この感じなんですよね。これ、印象的じゃないですかね。で、このパターンのやつが歌の中でも結構入ってきます。
ちょっとやってみると、A メロの途中、愛を胸に抱いて震えて眠れ三人、こんな感じですね。これこのパターンちょっとね、マスターしていきましょう。そして、このパターンの一番強烈なところがサビというか中にあります。そこがねちょっと難しいです。ちょっとやってみますね。この体も心も送りたい、昨日から明日、はい、今のまずね、これ A マイナーが3つつながります。昨日から明日 A の後は A マイナー3ブロック分ですね。そこの最初のブロックは A マイナーを押さえたまんま220202、こんな感じです。こんな感じ220202、これわかる？ A マイナーを押さえたまんま220202全部弾きます。これはですね、まあ音が止まる方がかっこいいですよね。でもこれチャでできます。右手でチャが分かる？でで だ, だチャッタチャッタだ、これでもいいですよ。もちろん左手でで渋く止めてもいいし、とにかくこれダダダダダダダ、まず最初のブロックはこれ A マイナー押さえたまま1弦の2と0を行ったり来たりする。その次がさっきのパターンで1弦の32で伸ばしてこうストロークしてまた02、はい、ここが一番かっちょよくてキーポイントになるところだと思います。もう一回ね、この体もまく心も送りたい、昨日から明日へ、ルパン、ルパンも言うわけ、ルパン、はい、ルパンで一弦の3、2、ルパンでユニゾンですね、一弦の0、2ってなるわけですね。はい、ここがちょっと、かっこよくて難しいというか、まあ慣れたらね結構すぐできると思いますけど、このここシャキッと止めるのがちょっと難しいかもしれないですけどね。今ちょっとカッティングという言葉出てきましたけど、カッティングっていうのは左手だけで音を止めるのカッティング、これさっきのねリズムいろいろというところの、ページに飛んでもらうと下の方にカッティングの解説動画があります。ちょっと興味ある方ちょっと覗いてもらうと、あ、そういうことかってわかると思います。ここら辺が、この曲愛のテーマの、まあ、最も印象的なところかなと思いますんで決めていきましょう。はい、で決めとかこのように入ってくるんですけど、あんまりガチャガチャやっぱしな、ね、落ち着いて渋くクールなこうダンディズムをこう感じさせるような演奏をしたいなと思うんでね、あのやっぱゆったり気分でね、こうガチャガチャ感が出ちゃうとちょっとクールじゃないですから、ちょっとこう余裕を持っていきたい感じかな。そしてこの歌詞がね、こうなんていうか大人の色気なんですけど、ルパンはこんな感じじゃない気がするんですけど、まあでもイメージで歌ってみるのが結構ね大切なんで、その、うん、世界観に入ってね渋くいきたい感じです。やってみましょう。ルパン三世のエンディングテーマの愛のテーマガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。 1,2,3
お休みの口づけを愛を胸に抱いて震え眠れ寂しさに涙して今どこにあなたよこの想いもときめきも伝えたい昨日から明日へ のエンディングテーマ愛のテーマガズレレルかっこいいバージョンやってみました。いやーかっこいい、これはテンション上がっちゃいますね。なんつうかもう本当にルパンのあの世界観とやっぱりこれ合うんだよな。やっぱあの映像をね思い描きながらやっぱこう奏でるのがねポイントだと思います。思いっきり歌っていきましょう。さあ皆さん、この音楽を奏でる楽しさ、今度周りの方にねこの楽しさぜひともお伝えください。その時にガズレレ YouTube チャンネル今ご覧くださってるねこのガズレレもぜひご活用いただければと思います。チャンネルにいいねだとかチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。そして皆さん最新情報、これ今いつも使ってるガズのわがままウクレレとこっちガズの初めてウクレレ、こっちは初心者さんとか誰かにプレゼントするときに最適のこの両方とも今ですね、こっちは予約、わがままウクレレ予約注文、このガズの初めてウクレレ今ゲットできますから、この2つのウクレレの情報とかこの度新しく発売になったチューナーのお知らせとか、その辺のこと全部ここに集約してますんで、ぜひともここ覗いてみてください。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできてこう1個の街みたいなイメージ、ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでねアプリがあったりするんです。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる、これもねすごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにねいつもつけてるこの水引きだとかこのストラップキャップだとか T シャツとか山ほどねいろんなグッズがあるんでね、あのホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あとそれとねこれです。はい、ドーン、リットミュージック社から出てるこのね信号機みたいな赤青黄色みたいなこのねこのね楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでねまあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単で分かりやすいですね。しかも100曲入り50曲入りというね、はい、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフもうさらにね輝かしていきましょう。さあこれからもガズレレ YouTube チャンネルぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。